はいどうも、ピヨキングです。今日もですね、一発マリオとトロールコースやっていきますか。で、今日の一発マリオなんですけど、すごく面白そうなコース見つけてきました。ノコノコで横に並んだレンガブロックを壊せるっていうコースなんですけど、その名前の通りですね。あ、間違えた。どこまで話したっけマジでどこまで話したかわかんないんですけど、とりあえずノコノコでですね、レンガブロックを壊せっていう感じなんですよ。しかも縦じゃなくて横に並んだ、一列に並んだレンガブロックを壊さなくちゃいけないんですよね。さて、ここは、ユースキンだからヒップドロップが絶対に重要になってくると思うんだよね。で、この下に下がった瞬間に当てればいいブロックに、そういう感じでしょ。なんで、ここで一旦投げるでしょ。こういう風に投げて何やってんの違うんだって。いや違う、僕がやり方ちょっとそうだじゃん。それじゃあ、ここは隠しブロックがまずないか見てみよう。左はないね。さっき右もなかったから隠しブロックがないっていうことが分かりました。なんでですね、このヒップドロップを亀の甲羅の真横ギリギリでする。そしたら亀の甲羅が蹴れる時があるんだよね。それを狙っていこうって思ったんだよね。なおかつこの右側のブロック2つを沈めておかなきゃいけないから、マリオがね、この真ん中ら辺でヒップドロップしなきゃいけないと思うんだよね。で、一番左のブロック壊してみよう。さあ、作戦は決まりました。これを何とかやっていけば絶対できると思う。この超ギリギリの位置が難しいんだよね。やったきたどうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のトロールコースはこのコース、デザートドリーム（トロールバージョン 5.5 これを日本語に訳すと砂漠の夢なんともつまらない訳し方をしてしまいましたけど、早速始めていきましょう。クリア率は 0.96%、1% 未満だね。っていうことはなかなか難しいよ、今回も。さて、初見殺しはあるんでしょうか。ない感じだね。で、このキノコ取っていいのかな。取ってみるね。ほっ、うわっレールが隠されてんのね。それじゃあこのキノコは無視していいね。そんで土管に入る。いや、ちょっと待ってよ、砲台の方は怪しくない？右に土管が隠されてる。それじゃあ土管でよかったねこっちが正解だったね。そしてこのハテナ怪しいね。このハテナちょっと考えさせてくれよ。それじゃあこの土管入ったらハテナ叩いてすぐ右に行きます。そう、このツタに登って上に行く感じだね。オッケーで、このまま右に走っていこう。ダッシュ。なんでキノコがあんの、そこに。うわ、キノコいるんじゃないの、ここは。じゃあパイブロック叩いてみるね。なんかあって、お前かそれじゃあここ音符ブロック踏んだらすぐ左に行く。そんでキノコを取って、ここは左を叩いたらいけなかったんで右を叩いて、何危ねえめっちゃ焦った。右もお腹と思いました。じゃあこのガリガリを渡って上に行きましょう今のテンション返してくんない今絶対いけたと思ったんだけど。それじゃあここはキノコ取るじゃん。キノコを取って先にね、ブラッパを出しておく。そんでここで鉄球を出す。これが正解。やったこのまま走っていこう。大丈夫、ここで多分ね P 出てくると思うよ。 P スイッチが出てきてすぐ右に入る感じでしょ。早く右に行こう、早く右に。なんでここブロックがコインになんないのあ、上にドアがあるのね。このハテナブロックを叩いた瞬間すぐ左に行く。そんでドアに入る感じでしょ。きた勝った今日勝ったよ。待って、踏んでいこう。多分合ってる。で、ここで音符ブロック、音符ブロック多分なんか出るよ。このアップブロック20回ぐらい叩いたらなんか出るゲッソを倒すでしょ。ゲッソを倒して、この下のオンブロックが怪しいんだよな。この下のオンブロック叩いたらアイテムが出る。右、やった来ました。で、ここで降りていい。なんでもうそれは分かんない。上から行くのか。それじゃあここはこのまんま右に行っていい、そういう感じでしょ。オッケーで、この上はなんもないね。じゃあこのまま右に渡ってって、この音符ブロックね、走って渡ったらまずそうじゃない。なんで音符ブロックを踏んで左に逃げよう。くそそーじゃあここはもう走っていく。ハラちゃんが左に来るからね。そしてこの場所は何もないね。でこのキノコ多分罠だね。なんで取っていかない。この先はキノコいらないはず。じゃあここキノコいるんだね。え、普通に取らしてくれんのかなめっちゃ普通に取らしてくれんじゃねえか。絶対罠だと思ったよ。これは左大丈夫。なんでなんで足曲がんの。ずるいよそこ。もうキノコないやんか。左じゃない。落ちるわけじゃないんだ。ここに足場があってジャンプしろみたいな。なんでそっち。それもずるいよ。入れたんなら出れるやろうもマリオ。下に落ちれよ。じゃあここキノコ取ってキノコ取って隠しブロックがあったね。すぐジャンプしてこの隠しブロックがなくなってジャンプ。よし、ここで中間は多分ね取れると思う。信じよう。オンオフをしてすぐ右に渡る。そう、そして下に落ちればいいのかな。ここなんもないよね。ちくわとか。うわ、なんもないか。じゃあこのまま下に渡ってってどうしよう。左とりあえず中間優先。ここ隠しブロックありそうじゃない。大丈夫。うぜそれじゃあここメットかぶっていっていい感じだね。そんでここの隠しブロックをぶっ壊す。そういう感じでしょ。これはツタ大丈夫。こんな中途半端で大丈夫だった。頼む、取れるよね。やった。でドアか左下の土管か。キノコがある方行きます。あ、いけないのね。あ、どうせいけないのか。ここじゃあ土管しかないんで左下の土管行きます。これかぶったまんまでいいのかな。あ、かぶったまんまで大丈夫。これフラワーを取っていいのかな。ああああ隠しブロック系多いねここ。それじゃあここは一旦針になっておいて、針じゃねえ、チビになっておいて、デカキノコになって、いやデカキノコもね、ファイヤーになっておいて、このまま進む感じだね。これ先に倒しておくのが正解。違うの。いや、そうでしょ。あっ、なんだしたの。じゃあここはパックを倒したらいけないっていうことが分かったんで、このまま走って抜けると見せかけて、上が正解。そうでしょ。こっちが正解でしょ。右じゃないでしょ。こっちダメなの。それじゃあこのパック裏側のとこ走って抜けようか。ちょっと待ってね。ほっでこのまま走る。そうでチビになってこのまま右に渡れる。でここ雲があるね。はけないでしょきっと。うん、はけないのは分かった。でこの羽すぐ下に降りると思うからジャンプして渡る。合ってる、絶対合ってる。うわ、カメ吉いるくさ。マジかよ、あのカメの甲羅いるのか。それじゃあこの羽リフトは一回乗って待っておこう。そしたらこのカメの甲羅が取れる感じでしょ。で入って上に行く。そんでここも入ってジャンプ。こういう感じ。どうしようなあいつ。それじゃあですね、この上一旦バネが来るんで避けましょう。避けてブラックパックンが土管に入った瞬間を狙う。なんで一旦この上に避けておこう。そして入った瞬間右に入る。こう、よし、完璧すぎ。そしてこれは左、何もしない。おっ、合ってたんじゃない。合っててここで、いや大丈夫だね。でかぶってブラックパック上にやるんだけど、バネがなんか来そうなんだよな。なんで右に走っていく。こう、何、左どっちだろう。こっちが正解。うわ、違うくそブラックパックの左にドアがあったね。そっちに入る。こっちが正解。うわ、上怪しくない。ジャンプしたい。めちゃくちゃジャンプしたい。なんもないのか。まあなんもないでよかったね。でここはいや、意味わかんない。全然意味わかんない。どういうこと。これ投げろってことかな。投げてみていい。ほっ、え、ちょっと待って、わかんない。どういうことだろう。あのトゲコンボの左に何かあるってことかな。それじゃあこのメット投げてみよっか。一旦左に投げてみるね。こう、いや、そういうことでここに、いや違う、で右に行けばいいのか。そういうことだったんだね。でこのハラちゃん踏んで良くないと思います。絶対にこのレールから行く感じだと思います。こういう風に。うわ、めっちゃ気になる。踏んだらどうなるんだろう。って踏まなくちゃいけないんじゃないの絶対ファイヤーが隠されてる感じだよね。よく見たらあるね。めちゃくちゃ分かりにくい。でこのファイヤー取って氷を溶かしていく。そしてチビになる感じか。オッケー。じゃあこのブロックにチビにしてもらって、下と上どっちだろう。これは渡れない。確かこの大砲は砲台っていうのかな。1マスちょっと下に下がる感じだよね。今ブブー言われたけどこっちで合ってるでしょきっと。合ってない。これ渡れんのかな。走って行ってみていい？うわ渡れる。うわすげえちょっと浮いてんじゃんかそれ。ずるくない？これは引っかかる。じゃあここでこいつを出しておこう。うわ何も入ってないの。じゃあ一旦降りるね。そしてどっち行こう。この音符ブロック叩かない姿を見せんかーい。じゃあここはツタ出します。ツタ出してツタの通りに行ってこのまま一旦ジャンプするね。リットン乗った瞬間ジャンプ。そう左でいいの。左でいい。こっちで合ってるよね。大丈夫大丈夫っぽいよじゃあここの土管入ったらすぐ右に行って中間ポイント取ります。こうオッケーやったでここで一旦やられるみたいな感じかな。多分そんな感じでしょ。そして中間ポイントからチビの状態でスタート。残すはゴールだけだね。これは一旦上から行ってみようか。火こっち来て。うわこっち来ないか。じゃあハテナブロック叩いて上に行ってみます。こっち自分から左に逃げておこう。そして左に火が食ってくるからこの火をよいけてジャンプしておもねもうめんどくせえ喋るので、ここで鍵をゲットしました。大丈夫。あらうわここ上から行くんじゃないの。いやそういう感じだったね。うわでもさ鍵を今手に入れたじゃん。で今なくなってるんだよね。大丈夫なのここ。めっちゃ不安なんだけど一旦このまま進んでみるね。このカロンのところは多分避けなくていい。そういう感じだったよね。で上に行く。さっきこの状態でもう鍵は手に入ってたんだけどもう今鍵ないんだよね。大丈夫かな。でここはこのまま上に行っていい感じ。そう当たらず右に行こう。いや一回当たっておかなくちゃダメっぽいね。なんでここで当たります。ダメやんか閉じ込められたじゃあここは葉っぱを取らずにジャンプ。こんな感じでしょ。で絶対にあのキラー上に上がってくるよ。見てて。でも何もしない。どっち？このドアで合ってんのかな。それかドカンかどっちかだよね。あうわ鍵意味ないの。中間戻されたって感じじゃんマジかよ。さっきと違うパターンなんじゃないの。悪い意味で違うパターンだなそれ何なんか出してこいよ。一旦走っていってみようか。右に砲台が来るから右で走っていきます。これでいける。オッケー。そしてここはさっきと同じだったら右に走っていけるはず。そういうことでしょ。オッケー。上は多分馬だったね。でここも合ってんのからさっきと一緒からどうなんだろう。一緒っぽい一緒っぽい。なんでここで入って上に行ったらブラパが出てくる。なんで左かよ今度は。バネ助けてよ。ここでさ上に行けばいいだけでしょ。じゃあ上に行きますね。ジャンプジャンプジャンプのさあ来ました。大丈夫。いや大丈夫っぽいよ。でここで風。それじゃあここドアに入ったら風に押し戻される前にツタに捕まる。でこのまま上に上がっていく。うわどっち。あ待って強制的に下に行っちゃった。大丈夫。じゃあここ下に行ったらいけないっていうことが分かったんでもう左しかないね。でも左渡れるかな。こうオッケー。でさこの隙間怪しくない？わかる？この隙間ちょっと行ってみていい？ここだ。ここじゃないの。あ下行けないのか。じゃあ左に落ちます。合ってる。ジャンプ。うわロスター軍団絶対罠でしょ。一旦じゃあここはジャンプして渡ろう。こううわ音符も怪しいんだよな。どうしよう。一旦降りるね。アイテムが出る。お前かよ。ちょっと危ねここはスターを取ったらいけない、そういう感じでしょ。スター取ったら上に行けなくなるもんね。これは何、意味ないのか。ねえ、そんなことせんでもよくない？もう散々引っかかったじゃん今までバネにさ。たまには仲良くしようぜ。そういえば今日ね、コロナのワクチン打ってくるんだよね。あれめっちゃ痛いって聞くじゃん。なんか熱が出たりとか肩が上がらなくなるぐらい痛くなるみたいな、もう聞いたことあるんですよね。みんなどうだった？それじゃあここは早めにジャンプ、バネが出てくる前に、そして雲に乗っていいのかな、雲に乗って渡ろう。あれね、バネの方行ってみようか。いや抜けれるのか。でこのまま右、もうそろそろゴールあってもいいと思うんだよね。でこの土管怪しくない？入れるんじゃないの？こっちでしょ正解は。違うの、笑われてる。大丈夫、ここゴールっぽくない？ここゴール隠してるっぽくない？当てたらすごいよ。ゴールで会ってくれ。やったすごくない？最後当てたの、あれゴールだと思ったんだよね。それじゃあご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。